願いします。はい。ではまあざっくりと説明していくんですけれども。はい。よいしょ。とりあえず今皆さんにコンパスをお配りしました。もらった。お。はい。本当。今お渡ししたコンパスは多分この場所を中心に指してるはずです。なるほど。うん、赤と青の線。青の線は見える。コンパスの指す方向に進めばここに帰ってこれるはずです。おっと見つかった。来ちゃう。え戻ったの？え結構遠いかも。やーい。とりあえずどうやったら勝つのか負けるのかっていう話をすると、今から赤チームと青チームに分かれてたくさん鉱石を集めてもらいます。はい集めた鉱石は集めただけではポイントになりません。自分のチームの色のこのここのレバーを持った状態で倒すと上に書かれてるポイントずつ加算されていきます。はい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 、はい。これじゃあインゴットにしないといけないんだ。そう。エメラルドすごっ。50ポイントもあるぞ。あ、先に行ってきます。あの村人と交易してエメラルドを手に入れるような形です。ああ、はい。なるほどね。この階段を下降りてもらいますと、こっち側に赤チーム、こっち側に青チームのなんか旗があるので、うん、この旗のついてるボタンを押すと、うん、チーム分けがされます。誰か一人代表に押してもらって。お、今です。お、今です。やると、はい。青チームだ。そう、チームの人は自分の頭の上見てもらうと、あ、なんか、なんか出てる。何これ。出てる。すげえ。すごい。はい、じゃあ反対側に誰か赤チームの人。押せた押せた。あ、あ、あ。あれアイちゃんになったよ。私え私え私はここにないの。あのここに初期装備って書いてあるボタンがあるので。お、おすげえめっちゃいっぱいある。はぐれた時とか集合した時に使うといいかもしれない。あー聞いてる。なるほど。こんな面白いも与えたら鳴らすに決まってるやん。みんな自由すぎるんだよ。できないよ。この1階のチーム分けのボタンの隣になんかいろいろなものが置かれてると思うんですけど。これがあの一人ずつ持てる能力になります。何それ？すごい。一人一個かつ被りなしでお願いします。あ、魔竜の力だこれ。魔竜の力ですそれ。うん。ひな鳥の能力。それひな鳥の能力。ひな鳥の能力。主な役割全部って書いてあるよ。主な役割全部です。ゾンビじゃん。なんか鶏肉が置いてあるんだけど。気のせいじゃない？この辺りからあまり遠くに行きすぎると、衰弱状態になってすごいうるさい鐘がガンゴーになってエリアに戻れて警告されるんでエペみたいなオッケーというわけでじゃあチュートリアルの練習ということではーい、はい、ゲームスタートきた一旦始まった一旦木の中やねこれ今角笛吹いてるこれ合流した方が多分お得かもしれない。今角笛の方に。氷のとこに、うん、あアイさんだ。あ私？お、でもチーム違うから、ね。攻撃していいよ。ね。そうだ説明してなかったな。5分ごとにランダムイベントがあります。ああ、はい。なんだって。5分ごとってなかなかで。いる。ちょっと待ってやだー。燃える。一体何が？え、でもひなさん燃えるのうちのチームにはいいんじゃない？そうだね。うん。石炭欲しいな石炭ありますよありがとうございますあいたさやさんいたいる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 まんまるさん音聞こえるかななんかコンパスでまんまるさん迎えに行くとかもいいかも私座標見えるんですけど あ確かに座標に座標で集合もありでもバレるバレるよ今言えばバレるあなんか来たあまつったなんだこれ血統上に嘘誰転移した俺行ったマリさん、うん、頑張ってくださいやられたおいそんな先制攻撃ずるいておかしい近くにいるかもまずいこれは分が悪いあでも俺失うものない戦おう会えてないないてあー横から、はい、お石炭見っけ石炭が結構ありますこれでかいっす。はい。わかりますよ、僕も。これ、松明は作らずに、納品の方向でいくか、石炭は。木炭でちょっと。うん。カバーしながら行こう。まあ、凪と連れていくわけじゃないしね。ちょっと、作業台をこう。ああ、これ、速度上昇。ポールの上昇。めっちゃ爆速で掘れる。やった
本当だ、1回で岩砕ける、すげえ。今ね、石炭納品します。よし、多分今あれです、21ポイントぐらいあります。うわ、私たちのチーム0点ですけど大丈夫そう。あ、マリュウさんとまんまるさん、はい、あの Y11 まで掘れたのでツルハシとか松明いっぱい欲しいです。向こうのチーム優秀なんだけど、オッケーです。すごいすごい、え、二人とも、はい、じゃあ行った方がいいか、はい、あの鮭違う、ごめん、生き埋めになっちゃった。マジ、え、なんです、380やからこっち側か。あ、なんか誰か、あ、いたいたいた、よし、ありがとうございます。2ポイントしかないからあんまり良くないかも。効率良くないな、確かに、うん、だから効率考えたら金とかを探したり、まあ、ダイヤが一段妥当から見つかるといいのは、うん、なんか、いや、これ明らかになんか謎の洞窟あるわこれ。そうそう、さっきなんか明るいの見つけたっつってやつ、まあ、ちょっと探してみよっか、なんかもしかしたら配置してくれてるかも。俺は飛べるけど、あ、めっちゃ鉄とかある、これすげえ。あ、一回取ろう、ちょっと帰り道わかんなくなっちゃうかもこれ。一旦ちょっと鉄掘るか。ウルハシが、あ、待って、水流れてきた、すごい、ここね、何でしたっけ、ね、この名前、モナ廃坑だ、あ、廃坑と被ってんのね。いや、残り時間結構少ないかも、365とかやから、意外と6分、ダイヤ1個見つけたら勝ちかもな。あ、アメジストあるかも。でもアメジストはでもポイントなかった、うん、アメジストブロックじゃなかった、うんうん、あ、ずっとグラビティストームが、うわー、なに、やべやべ、なんだこれ、あ、ブニョブニョする、おー、画面読みやばそう、すごい、なにこれ、浮いてない、浮いてない、浮いてはない、いや、浮く浮く浮く、浮いてないですよ、もう相当やばい、やばいやばい、あ、本当だ、浮いてるようにめっちゃ見える、え、浮いてる、てかなんか勝手に段差とか超えてる気がする、浮いてますね、あ、戻った、浮いてます浮いてます、戻った戻った戻った、あ、やばい、戻った、あぶない、うー、あ、ダイヤあったダイヤあったダイヤあった、みんなみんなダイヤあったよ、ちょっと鉄のツルハシがないから、鉄のツルハシ、鉄のツルハシ、さやさんこっちだ、もうこれでもこのダイヤ掘って納品するぐらいしかあとやることないかも、あ、金もありますよ、金も、ナイス、鉄のツルハシできます、そうですね、あと120しかないから、あの上に飛ぶしかねえ、あ、ひなさんだ、いた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 、危ねえ、 HP 値、あれ、金ってインゴットでしたっけ、金、インゴットとかも、インゴット、インゴット、間に合わないかも、さすがに無理か、間に合わない、これどうしよう、ちょっと出れない、操作が、エリさんだ、こんにちは、こんにちは、行った、ちょっと待って、あ、終わった、間に合った、パッパッパパー、いやー、インゴットできたんですけどね、いやー、惜しかった、意外と時間ないな、そうね、うん、結果発表できましょうか、はーい、結果発表、右側に出ますペン、どこの右側、あ、ブルーが161もポイントあるぞ、え、すごい、なんでそんなあるんだ、私が入れときました、間に合わなかったってこと、何取ってたん、うん、え、一生石炭出てた、あー、そんなにいっぱい石炭あったんや、あのね、私じゃない、ラクトさんが集めたの、優秀優秀、ラクトさんの石炭を全部ここでカチカチやってた、なるほどなるほど、よし、青チーム、青チーム、これ迷いやすいのとあれがあるから、拠点の近くで掘って石炭納品しまくるのがいい気がする、うん、なるほど、あ、さっきの残ってる、おじさん、さっきのとこ残ってます、ちょっとそれ物資回収する か、 かちょっと場所はちょっと分からんけど、あのなんかネザーポータルみたいなのなんなんやろな、これ数字増えてる、これ何、これ関係ないか、あ、ひなさんおった、待って、やっつける今俺失うもんないから、なるほど、確かに金が掘れなかったから、ちょっと鉄のツルハシ地下に作ってみよう、お、じゃあ掘ろうかな、ね、ちょっとお二人に任せて、ちょっと待って、俺なんか
穴の中入っちゃった。あ、アイさん、アイさん、金入れ、はい、金入れに行きたいんで一緒に行ってもらえませんか。ちょ、俺いつの間にか怖くて。あー、シェーリンが来てる、シェーリンが来てる。いや、怖い怖い怖い。待って、俺地上の帰り方分からん。あ、こっちか。まずい、撃たれてる。悪い、俺死んだ。待って、俺も納品したい。オッケー。石炭18個納品。すげえ。あ、死んだ、撃たれた。あお。どこや。あー、上にいるわ、妨害してた。あー、まあまあでも、10個ぐらい納品できたから、よし。気の位置が分かってる、バレてる。よし、ひなさんやった。ひなさんやったまたやって、金リンゴをゲットして、すごい、敵の物資を奪って、チェストも破壊したろ。わあ、生きてる。あ、やばい、バレてる。まだ生きてます。普通ナチュスケルトンにやられてる。なるほど。怖いよ。あ、来た来た来た。ひなさん2回やった。違う、ひなさんどうして。ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ、助かった。一旦逃げ て、 どうどこにあったかな。でも9個ないとしんどいなと思って。あ、今22個手に入れました。すごい、いっぱいありました、ね、あ、結構危なそう。あ、びっくりした私です。よし、結構妨害してる今。すごい。ただ体力は少ない。パン食うのもったいないから一旦置いとこう。あ、さやさん意外と近いかも。しえりさん、あ、本当に、え、今はさやさんのいる位置に俺がいる。あ、せっかくやから俺持ってる物資置いてくわ。金リンゴとかね、さやさんが拾った銅とか。いた。あれ、石炭は。とか、そういえば。あれか、金切りすぎると目隠しがなくなっちゃって怖いかもしれない。確かに。難しいところ。ひなさんごめん。何度もやってすまん。よし、選手やった。ラピスラズリゲット、ナイス。パンも回収、オッケー。鉄も奪って、あ、シェリンが来てる、シェリンが来ている。そうやね、リスポーンやね。やばい、死ぬ。弓の音、危ない。どこだ、どこ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 。あ、いたいたいた。あの、炭鉱のところです。炭鉱のとこね、オッケー、近く。すごい、漁って帰っていった。漁って帰っていった。うちの箱を漁って。マジか。でも俺も回収できたから、だいぶ回収したけど、これどうしよっかな。俺こんまま持ってても、今交戦して、あ、死んじゃった。あー、うまい。あの2個目の石ガマのところ、2個目の石ガマ焼いてるところに。一旦俺防衛に回るわ。お願いします。こっちだ、これ。敵が赤チームよね。敵が赤です。よっしゃ、スナイパーしよう。ちなみに俺今鉄5個とかパン36個とかあるから、すごい。30。敵全然納品けえへんな。お、何何。あ、チームメイト移動や。行ってる人、そこに移動してる人倒すんや。頑張れ頑張れ。決闘場ってどこなんですかね。なんかね、戦いのバトルフィールドに壊されると。そう。あれ、あ、やっつけたやっつけたやっつけた。あ、シエリさんいる。シエリさんいる。納品してる。青の方にいるので。あ、でも赤の方に。いったいったいった。でも納品はさせねえ。させねえ。うん。熱い熱い。俺の位置は分かってないはず。ひなさん、また私がヘイトを買って。よし、いいよ。奪え。奪え奪え。よし、石炭ゲット。ファントムの被膜もある。うん、よっしゃ、納品納品。石炭。撃たれてる。誰だ？
シエルさんすぐ。シエルさん早っ。あ、やばい、自分に食らった。透明になってる。あ、ファントムの被膜拾ってるかも。ああ、なるほどなるほど。今、シエルさんに壁ドンしてます。壁ドン。ナイス。あ、落とされた。オッケー、怖い怖い。見つけたわ。待って、この隙間はまずいよ。ナイス。ナイス。2対1でやれると思ったら間違いない。やだ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 。人数有利。怖い。なんとなくちゃん3個足んなくてラピスラズリもするとか微妙に足りんかも。足りん。あ、痛い。襲撃きた。うい。足。ナチゾンビにやる。あ、違うわ。いや、これさ、まんまるゾンビだもんね。あー、どこ。エラさん、なんで面足持って襲いかかってくんねん。ひなさんやった。ひなさんやった。ナイス。ナイス。え、なに、どこ、どこ。待って、そこでと付き合いすんのかい。ひかられた。どうもいいです。あ、ナチュゾン、これ。まんまるゾンビかな。かも。あ、後ろ帰られた。あー、ゾン、ナチュゾン。なにこれ、鮭見つけた。なにこれ、あれかん、え、なんだ、配られたやつですか、ね、違う違う違う、なんか額縁に入った鮭。これイースターエッグか。鮭回転させとこんじゃ。見つけたような証に。こんなことやってる場合じゃないかもしれない。よし。あ、勝負だ。あ、頑張れ。やばい、連打された。まあいいや、死んでも戻るだけよ。そうなんだよな。命の価値が少ないこれ。あ、金。お、ナイス。取れるかなこれ。もうちょっと採掘するか。いや、この近くで取れるところ、あ、でもここ降りれるから、本当に石炭を掘るか。結構1、2ポイントが物を言いそうな気がする。一旦浅めのところでさっと帰るか。痛い。あ、ひなさんだ。待って、敵いすぎ。待って、クリーパーはまずくない、この拠点に。こいつ爆発したら終わるぞ。やば。いや、パニック映画みたいになってる。よし、生き延びた。で、石炭を探す。やばい、ゾンビの数がすごい。連打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 。いやー、パニック映画。戦ってきまーす。やばい、チビゾン持った。あ、いる。多分こ、今目の前まんまるさん通ってた。いるいるいる。後ろつけよう。今納品に来てんのか。私持っててもな、なんもないし。何人で納品するかもしれない。よし。覚えだらし。ナイス。オッケー。うわ、鉄のピッケルとかいっぱい持ってる。今これ掘るべきやな。これ持っててもしゃあないか。モンマルさんも死んでる。普通に死んだ。あ、もしかして納品に来たとかかな。防衛に来たかもしれない。使われちゃった。あ、シェリさんが来てる。よし、もう俺納品するものはない。ナイス。何も持ってないか。素晴らしすぎ。残り200秒守るしかないか。あ、シェリさん来てる。オッケー。いやー、石炭掘りたいな。残り168。シェリさん倒して納品して終わりか。あ、屋根の上にシェリさん登ってます。あ、じゃあ納品妨害やね。まあ嘘でしょ。あ、弓矢どうしてた。シンプルスケルトンで殺された。これあれやな、屋根の上ってことはこっちから行ったら逆にやれるか。ハサミ打ちしましょうか。ナイス。やばい、でもちょっと残ってる。逃がした。どこだ。やーさせるか。よっしゃ、落ちた。落ちた。やったー、押し込んだ。そして俺は石炭をちょっと納品。楽しいぞこのゲーム。あ、また来てる。またやる気か。
やられました。で、奥からまんまるさんも来てます。納品してる。やばい、俺自分に食らった。させるか、ほら。いや、拠点戻れるかな。よし、もう残り28秒やからなんとかなるはず。まんまるさんやりました。アイス、これ怖い。アイスちゃんがちょっと苦手かもしれない。ドキ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 してる。戦いは頑張ります。やっつけるぞ。納品してないよな。納品はしてないね。鐘を鳴らされているな。終わった。じゃ VC 向こう戻りますか。戻りますか。はい、ここが戻ってくる。あ、おかえりなさい。ただいまー。いやー、思いのほかと付き合いになったな、これ。いや、面白い。ね。とりあえずじゃあ結果発表しましょうか。結果発表。勝った気がしないけど。勝った気がしないけど。俺らもあんまり納品できてなかったけど。あ、やった。あ、でもギリギリや、思ったより。結構。ナイスー。ナイスー。私が妨害発せずにちゃんとやってればな。いや、でもめちゃくちゃ妨害されましたよ。めっちゃされたな。うん。